グリーンスポット膳のハーブガーデン紹介です。今日は夏のナスタチウムの様子を紹介します。ナスタチウムが今こうたくさん茂ってきて、下の方にこう伸びてきています。そういった場合は白縄を使って上の方に伸びていくように誘引してやると風通しが良くなって元気に育ってくれます。今日はそのナスタチウムの様子を紹介します。これですね、この前紹介したナスタチウムですけどね、初期用のナスタチウム、この手のやつはねどんどん伸びますからね。この普通のナスタチウムもそうですけどね、夏場には弱いんですわ、このムッとした暑さですね、日本の。でペルーの高地のもんですからね、この産地がね、スーッとした気候がいいんです。それで夏はいっぺんやられるんですわ。それを擁護するためにこう伸びてくるとね、こうあるでしょ、こういうのここでくっといてあってくださいね、上伸びるようにね。これが元気になってきますからね、伸びた枝がね。で今それをする時期ですから、これをしないと全部べちゃってなってダメなんです。こうやるでしょ。これもこんな伸びてるで、こっちの方に来てますわね。でこれも上上げてやるんです。それからこっからまた誘引して支柱を立ててやって、またやったらいいんです。その時になればね、今はこうやって上伸びるように、ここらずっと伸びてるでしょ。これ全部誘引したらダメですよ。ほっといたらこの辺が蒸れてきますからね。これやったでしょ。この辺もそうやけどね、この辺もこんななってますね。これもこの辺でくくってやったらわーっと上へ伸びてきますから、こういう作業をしてくださいね。今暑いですけどね、暑い時やけどね、これをしてもらって、こう誘引するものは今でもちゃんとしてください。でこうちょっとあんまり混んでる場合はこうもったいないけど、こう間引いてもらってもね、で下の草なんかこう引いてもらって、風がスーッと通るようにしてやるとブワーッと上へ伸びてきますからね。こんな感じでやってください。